面取りリ町産古墳は、福井県福井市面取り町にある、作りで2基がつくホタテ海形古墳。2008年3月28日国の史跡に指定。越前海岸から約900メートル内陸にある、小山海上に位置する。全長90メートル、公園部計78メートル、前方部長12メートルを測り、東西に2基の作り出し部が付属する。 公園部は二段築成で、斜面全体に隠れ木による吹き石を施し、噴き平坦面に埴輪を並べる。五世紀前半の築造と考えられ、古墳時代中期の北陸地方では最大級となる。公園部に設けられた埋葬施設は、洞窟により被害を受けていたものの、尺谷石星の巨子分や同心円門の浮き彫りを持つ、船形石管の破片や関東系石製品、 クワガ大使、車輪席、矢尻形積製品などの副装品が、洞窟口周辺から検出されている。越前地域の大型主張簿では、古墳時代前期後半から中期を通して、尺谷石製の栗抜き機、式石管を採用するが、この点からも、越前の大型主張簿の系列に連なる古墳と位置づけられる。古墳時代前期後半から、 中期の越前の大型主張簿は、いずれも本古墳から東へ約 20km 離れた、九ず川中流域の福井平野の東端に位置する松岡、丸岡地域に存在するが、その中で一期のみ、海岸付近に本古墳が築造されたことは、当該期の越前地域の政治、社会状況を知る上で重要である。直径1 0ルの円墳、直径1 4 2メートルの円墳、 横穴式石室が昔から口を開けていたため、地元の人々から海賊の岩屋と言われていた。直径10メートルの円墳。直径28メートルの円墳。面り町産古墳のこと。福井市内の古墳では最も大きい。ABCDE 面町町産古墳文化遺産オンライン。俗日本古墳大辞典475ページ。福井県の文化財福井市 AB。 福井の古墳地図、メンドリ古墳群。福井市立郷土歴史博物館。2016年12月4日閲覧。福井にはどんな古墳があるの福井平野の古墳大きさランキングベスト10。福井市立郷土歴史博物館。2016年12月4日閲覧。ありがとうございます。